那珂市観光協会主催によります月見の会を始めます。開会の言葉、那珂市観光協会副会長加藤昌司、那珂市商工会副会長お願いいたします。皆さんこんばんは。ただいまから月見の会の開会式を開会いたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは主催者を代表いたしまして、那珂市観光協会長海野徹那珂市長よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。那珂市観光協会会長の海野徹でございます。今夜はこのように多くの皆様に月見の会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。早いものでこの会も今年で11年目を迎えました。おかげさまで市民の皆様にも那珂市の秋の行事の一つとしてすっかりおなじみになったのではないかと思っております。那珂市観光協会副会長福田光志郎那珂市議会議長よりご挨拶申し上げます。皆さんお晩方でございます。このお晩方というこの方言、これは本当にこう歴史のある先人から我々がこう引き継いだ、またあのこの曲がり屋にはこうふさわしい方言の言葉かなと、こういうふうにこう感じております。まあ、いずれにいたしましても、このようにこの月見の会、皆さんのご尽力をいただきます。以上をもちまして、月見の会の開会を閉会いたします。どうぞごゆっくり、観覧してください。ありがとうございました。アニメとして活躍されております。現在は出前講座の講師としても活動され、さまざまな場所に足を運び、民話や伝説など世代を問わず多くの方に民話の楽しさを広めています。今回もたくさんのお話を皆さんに語っていただけるそうです。それでは皆様、宮田陽子さんと民話の世界に出発いたしましょう。なんか座る、拍手でお迎えください。宮田陽子さん、お願いいたします。こんばんは。今日はとても穏やかな月見の日になりましたね。ご存知のように達才話というのはよく稚ぐぬき話と言われます。稚ぐぬきという言葉、今はほとんど使われませんけれども、嘘つきということなんですね。嘘つき達才というわけです。でもただの嘘だけではない、とんちの絡んだ嘘なんです。ぬがだのたっちゃい話から。ぬがし、ぬがだ村っちどごにたっちゃいというちぐぬぎの名人がいたんだど、ある日のごと、西の国で一番のちぐぬぎがたっちゃいの噂を聞いて、そんで売っちゃってもおげめとんで、山をいくつものこいで、ちぐくらべにぬがださやってきたと。たつあげの名さきと、みじっぱだでかしけそうな顔した子どもが、石をすなじながら遊んでんだと。そんで、おめえ何やってんだって言ったら、子どもは、今、豪勢な風が吹いて、俺家の石臼を吹っ飛ばされちゃったんだ。だから、拾ってきたんだっぺよ。って言うんだと。西の国のちぐぬぎは、子供のくせにでげちぐつぐな、と思ったんだが、おどつぁんはいんのぎって言ったら、今朝、おぎむぐりに、つぐばさんがでんぐりげりそうだつんで、つっけぼにしる線香三本持って山さ行ったから、父ちゃんはいねえよって言うんだと。
西の国のチグヌギは子供でせえもこうだっていけチグツグだから。それではご紹介いたしましょう。大きな拍手でお迎えください。ミレアの登場です。はい、皆さんこんばんは。ミレアと申します。はじめまして。皆さんこんなにたくさんの方が今日は来てくださっていてとっても嬉しいです。今日はですね、この那珂市について本当にお天気で良かったなと思いました。お月見の会呼んでいただけて本当に嬉しいです。短い時間ですけれども皆さんどうぞよろしくお願いいたします。早速今日はお月見の会ということでちょっとまだ少し明るいですけれども愛し合う2人が別々の場所で同じ月を眺めてるっていう歌詞が入っています。
長須智香さんです。素敵な PR あの映像ですねが作られていたんですけれども、皆さんご存知でしょうかね。もしかしたらご存知ないという方いらっしゃるかもしれません。あの月見の会長須智香とかなんか入れて検索してくださると素敵な素敵な映像が出てまいります。その映像の中で音楽を使っていただいたんですけれども、その一曲が先ほど演奏を歌いました、巡る里巡る君。そしてもう一曲使っていただいたんですね。次はその曲を演奏したいと思います。道という曲を聴いてください。お届けしたいと思います。では、花は咲く、そして上を向いて歩こう、2曲続けてお聴きください。真っ白な